こりゃ迷惑料50万はもらわねえとな。おいお前ら、遠慮はいらねえ。このバカをぶっ殺せ。ぶっ飛ばしてやるよ。150万で手を打とう。お前らの未来を買うと思えば。いや、兄貴、このアホやっちまいましょうよ。おう、新垣兄弟の恐ろしさ思い知らせてやるぜ。やらせても、下のチンピラが二度と来るな。加藤探偵事務所のカイト、なんでてめえがそのガキといる。ジュンは俺の依頼人だ。お前らこそ何の用だ。ジュンを知ってるのか。カイトのおっさん、こいつら誘拐犯だよ。誘拐？昨日からなんか俺のこと突き回してきやがってさ。うちの親父超金持ちだから身代金要求するつもりなんだ。悪い人じゃないからついておいで、好きなゲームを買ってあげるよって。手口が古いんだよ、バカだろお前。んだとこら、兄貴はバカじゃねえ。そうだぞバカ、てめえだろクソガキ。うるせえぞお前ら、余計バカに見えるだろうが。お前ら見境がねえな。脅迫の次は誘拐かよ。探偵のやることじゃねえだろう。黙れ、仕事の邪魔すんじゃねえ。そのガキをよこせ。この子は俺の依頼人でな、連れ去ろうってなら容赦しねえぜ。クソが、商売の邪魔ばかりしやがって。おい、やっちまえ。やらせてもらうぜ。こら、どりゃ、本気で来いよ。死ね。
てもらうぜ。今時身代金目当ての誘拐なんて成功すると思ってんのか？そうやな。武闘派組長不動さん、近江連合が解散して仕事探してたみたいでな、うちで用心棒として雇ったんだ。殺しの不動といえば関西じゃ誰もが震え上がるらしいぜ。カイト、運が悪かったな。いくらてめえが腕が立つと言っても不動産相手じゃイチコロだぜ。カイトのおっさん、こいつかなり強そうだぜ。大丈夫か？問題ねえ。お前、東上界のヤクザやったらしいな。ずいぶんと昔の話だ。今はカムロ町のしがない探偵さ。そんだけや、お前のせがれ。いや、こいつは。おう、息子のジュンだ。そうか。なんや知らんけど、こっちも仕事選んどったら、飯食えんねん。本気で行かせてもらうで。せがれの前で恥かかされても恨まんこっちゃな。遠慮はいらねえ。かかってこい。ぶっ飛ばしてやるよ。カイトのおっさんだ。おいおい、タフな野郎だな。さすが不動産だ。おっさんだってこっからが本番だっての。絶対負けねえからな。不動産、カイトを言うとな。あ、せがれ持ったな。わしにもこんくらいのせがれがおる。わしの言うことなんざ聞かんけどな、今日はそのガキに免じてここまでにしといたる。あ、そうかよ。だったらこっちも俺なりのやり方で邪魔させてもらうぜ。いってえなあ。ああ、くそ、顔に傷がついたじゃねえか。今日エステ行ってきたばかりなんだぞ。明日の合コンどうしてくれんだ。
白樺さん、順を頼む。はい。くそ、なんなんだよお前、なんで邪魔すんだよ。あの女の古い用心棒だよ。さあまとめてかかってきやがれ。やらせてん。さあ来い。なんでおりまして。なんや、もう始まっとるんかいな。俺が行くまで待て言うとったやないか。シュウちゃんこいつマジ無理だって。あとは任せとき。俺が来たからね。もう安心や。
陰方形。なんだこの酔っ払いは。あんたが怪盗さんやな。俺はグレン会の代表やっとる剣持ちいうもんや。俺はなグレン会のやっとった地下格闘大会で無敗のチャンピオンやったんや。みんな俺とあんたとの喧嘩楽しみにしとったんやで。はあ？盛り上げなあかんな。おお。悪くねえな。
フな野郎だ。足りへんねん、もっと待ってこいや。シュウちゃん、もう休もうよ。これ以上飲んだらダメだって。今日はもうお開きにしようよ。さ、酒、酒。みんな、宴も竹縄だけど今日はここまで。お疲れ様でしたってことで撤収。待て、いい加減しつけえぞ。そこどかんかい。これぶっ飛ばしてやるよ。君をよ、たどりなってるやろ。決勝戦や、カイト。来い、お前は殺す。
あ、こいつ。うらうら。こいつどんだけタフなんだよ。何言ってんだ。ぶっ飛ばしてやるよ。
ミキコはどこに行った？いえ、お前にミキコさんが救えんのか？松金組を選び、あの人を捨てたお前なんかによ。ん？ミキコさんの抱える絶望はな、カイト、お前が想像しているより悪かったって言ってるだろ。うるせえ！12月の寒空の下、裸に向かれて打ち捨てられるヤクサの気持ちがてめえにわかるか？てめえを裸にひんむいてやらなきゃ俺の気が収まらねえんだ！覚悟しやがれ！仕方ねえ。だったらこっちも強引に行かせてもらうぜ。ぶっ飛ばしてやる。だめ。剣で急いでいまして。すっとぼけんじゃねえ、てめえカイトーだろ。ここで何してやがる。仕方ねえ、こっからは強行突破だ。こっちは急いでんだ、手加減しねえぜ。お前らやっちまえ。飛ばしてやる。どれ？カイト、助け出しするぜ。さっさと片付けるぞ。すまねえ、助かる。あん？てめえら何やってんだ。ぶっ殺してやる。やらせてもらうぜ。やってみ。
せてもらうぜ。ほら、立て。で、カイト、ミキコさんの居場所は分かったのか？ああ、どうやら貞本を追って。手間かけさせやがって、もう逃がさねえ。ぶっ殺してやる。さあ来い。ぶっ飛ばしとれ。
本ナイフ持ってやがるんだ。やれやれ、面倒なことになったな。ジュン、ミキコ、離れてろ。いたぶって楽しむ時間はなさそうだ。警察が来る前に肩をつける。
ろう。ナイフに毒を。母ちゃん。全部作った嘘だった。初めから全て。あの事件の後だって真帆たちを殺した奴とも知らずのうのうと生きてきた。どんな気分だよ。なんで平気でいられる、この悪魔が。ミキ子、やめろ。もっと早くこうするべきだった。ミキコ、お前もなくしちまうぞ、一番大事なものを。お前と別れた頃の俺もそうだった。憎しみに逃げ込んだ。一番大事なものが目の前にあるってのに、俺は親父に怪我をさせた奴らに復讐することを選んじまった。だがお前は間違えるな。母ちゃん、また俺を置いていっちまうのかよ。俺のことも嘘だったのか、嘘だったのかよ。半グレ連中がミキコさんを狙っていると知った後、僕は誓ったんです。この人を守れる男になると。だからこの2年間必死にジムに通い、格闘技を習い、実戦を想定した特殊なトレーニングを積んできました。愛する人を守り抜く覚悟さえあれば、気弱だったただの医者も鋼の鎧をまとうことができるのです。分かった、その勝負受けて立つぜ。行くぞ白川。来い海藤さん。やらせてもらうぜ。せいや。
せ。勝ちだ。文句はねえな。ええ、すっきりしました。すごく。ほんと男ってバカだよね。それであなたはどうしたいの？あ、私を連れて帰るとか言ってたけど。そうだな。Thank you.
俺の部屋が意外と片付いてるってのは悪い。あれは嘘だ。あいつの言う通り狭くて散らかってる。風呂はカビが生えてる。え？引っ越す金もない。そうなんだ。仕事は一応探偵だ。だが収入は安定していない。給料未払いの月もある。それはちゃんともらわないとだね。だが一緒に来るか。